い、今日はお知らせがあります。お知らせというより私がめっちゃ嬉しいことがあったので、動画を撮っています。まず、ボクシングで4月に、後楽園で、試合があった大橋哲郎選手なんですけど、チャンピオンになって、8月13日に、また後楽園ホールで、初の防衛戦があります。ロー君のトランクスにココチューブのロゴを入れていただきました。めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。後楽園ってほんまにボクシングの聖地やし、そのトランクスに名前を入れてくれるっていうのほんまにすごいことやと思ってるので、ほんまにめちゃくちゃ嬉しいです。私もその後楽園で一緒に立ってるような気持ちになります。はい、ありがとうございます。今日は8月の11日になるので、あさって8月13日に後楽園ホールで18時から、試合があります。 Amazon プライムの FOD チャンネルで、放送されるみたいなので、ぜひ見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。魂